10日水曜日、大門の逗子センターパレスホールで、オリンピック、世界選手権を合わせ、前人未到の世界大会13連覇を達成した吉田沙保里選手の祝勝会が行われました。この祝勝会は、吉田沙保里選手応援実行委員会が主催して開催したもので、オリンピック3連覇と世界選手権10連覇、合わせて13連覇となる吉田沙保里選手の快挙を祝おうと、およそ250人が出席し開催されました。会場では吉田選手の金メダル獲得の雄姿がビデオ上映され、勝利の瞬間の興奮がよみがえる中、吉田選手が入場すると大きな拍手が送られました。壇上に上がった吉田選手、栄監督、ジップ、吉田コーチへ花束が渡され、用意されたくす玉が割られると、会場から大きな歓声が上がりました。吉田選手から、皆さんの応援が力となり、オリンピック3連覇、世界選手権10連覇を達成することができました、ありがとうございますと感謝の言葉が語られると、会場からは大きな歓声が上がりました。乾杯の後、吉田選手は各テーブルを回って握手をしたり記念撮影したりしながら来場者と歓談し、来場者は吉田選手に激励の言葉をかけていました。またこの日、市が吉田選手にお願いしていた新しい市のスポーツ施設の名前が、自身の名前にちなんだサオリーナと発表されると、会場から大きな拍手が送られました。その後、津市一市長出身の女性シンガーソングライターアツさんのミニライブ、今の吉田選手の力を培った一市ジュニアレスリング教室の後輩たちからお祝いの言葉と歌が送られました。最後に会場全員で万歳を三唱し、祝勝会は終了しました。